木原防衛大臣は昨日、海上自衛隊横須賀基地で事実上の空母化を進める護衛艦いずもを視察しました。いずもは海上自衛隊が持つ最大の護衛艦で、広い飛行甲板を備え、ヘリコプターの運用が可能です。木原大臣は海面からおよそ30メートルの高さにある艦長が指揮を取る艦橋などを見て回り、搭載されている設備の説明を受けました。飛行場が少ない太平洋側をはじめとするこの我が国の防空体制を強化することは必要だと。いずもは後半で F-35B 戦闘機が離着陸できるよう改修を進めていて、2026年度中にも事実上の空母になるとみられます。